なぜだろうって思ったことないです？何十回ってありますね。もう何回もありますね。こうなんで綺麗なんだろうって。まるで神様が作ったみたいとか思ったりしません？なんかこう自然のなんか遺伝子の授かり物かと思いますね。偶然にこんなものがね、私今やることがいっぱいあってって申しましたの、あの聖書を読むようになってみたらね。そうですか。あのここまで美しかったりよくできてるっていうの、その作った方、あの聖書の神ってエホバっていう名前なんだけど、ああれね、命や人間もね、みんなそうだけど、地球を作りになったのは人間がそこでその幸福に過ごせる、だから人間が楽しめるようにあのここまで美しく、それ以外に説明のしようがないっていうね、うん、説明読んでちょっと、本当にそうだな、何のため何のためってよく言うじゃないですか、だけど何もそこにその可愛さ綺麗さが、この羽が美しいよね、こんなバタバタしてるの初めて見ますけど、これあヘラサギね、そうですか、縁がこんな黒いとは全然思ってもいなかった、くちばし、いや羽広げてんですけど、これ。これ私ね、光川で何回も見ますよね、光川で。あ、やっぱり、うん、そうだったんですね。去年本当だ、綺麗羽、縁がね、縁が黒くて綺麗ですよ。本当だ。それでもう一言だけ言わせてもらうと、あのどれにしても羽一本抜けたとしてもね、あの模様合わせすごいと思いません？もう綺麗だよね、この模様合わせがね。そうあれ単なる偶然で、ああなっちゃったってもんでしょうか、それとも本当にこうあのそういうものにしようと思って作られた生まれ持った模様なんじゃないかなと思うんだよね、これね。それ自体はね、生まれた時からそうだけど、そこまでこういろんなものを花にしても鳥にしても、そこまで私たちを満足させてくれるって、その程度が、なんかメスの気を引くためとかよく言いますけど、それもありますよね。でもそのために彼らが一生懸命考案するわけじゃないし。